インターネットとデジタルラジオで放送している丸の内ラブソングステーションスウォーノドルチェから生放送でお送りしています。東京アフターシックス、金曜日は三永隊長のナビゲートでお送りしています。さて今日はゲストに4ピースバンドソーリッドからボーカル&キーボードアチさん、そしてギターアツシさんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、今4ピースバンドとご紹介したんですけども、はい、今日2人ということで、はい、あとのねお二人の方も含め、はい、じゃあまず簡単に自己紹介をお願いしてよろしいですか。はい、あ、私からいきますか。はい、どうぞ。ボーカルと、キーボードのアチと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギターを担当しておりますアツシと申します。よろしくお願いします。今日ですか。そして後ろにいらっしゃる方が、あ、そうです、今日来てこの辺の、あ、彼ですか。そう、いやいや、ね、それ怖いことではなく、ギター、ギター、あのベースのヒロ君です。あ、ヒロ君、ビジュアル担当なんですけども。あ、なるほど、はい、ちょっと今日は白い、そうですね、すみません変なふりしちゃった。もう一方、思いっきり乗っかっちゃうんです。はい、すみません。もう一方なんですけど、これカレンダーですね今日は。あ、シェーカーで、もうなんか生き物じゃなくなってきました。大丈夫ですかそれ。はい、なんか物質になっちゃいました、ね、あのドラムが哲也くんという、はい、はい、そんな4ピースバンドのソーリッドなんですけれども、はい、なんとアルバムが出たばっかりということで、はい、こちら今日、ま、ジャケットですけども実物をお持ちいただきました。こちらが7月8日にリリースされたばかりのビター&スイート、こう可愛らしい、ね、絵の、うん、あのジャケットですけれども、はい、やっぱ月がすごくパッと目に入ってきますよね。いいところに目をつけていただきました。はい、どうしてなんですか。あのミスタームーンライトという、ほう、あの曲が入ってまして、それをイメージして多分作ってくれたんだと思うんですけども。なるほど、はい、このでもあの先ほどね、ソウル、ブラックミュージックとロックを融合、はい、うん、で、あのアルバムもビター&スイートじゃないですか。なんかこう、はい、かけ離れたものを2つをこう、うん、掛け合わせるみたいな、はい、ところがあれ、そう、本当にそう、本当ですね。本当ですか。本当そうです。本当そうですよ。もう言うことなくなっちゃいました。そうですか。じゃあそのもうこのタイトル、そのバンド名含め、はい、皆さんがこう出会ったきっかけっていうのも、はい、どっかそういうコンセプトを、ああでこう意気投合してみたいな感じなんですか。そうです。もともと彼と、はい、彼、あ、ごめんなさい、間違えました。ドラムの哲也君と、はいはい、あの淳君が、あの兵庫県なんですけども、一緒の地元で、はい、で音楽をやろうということになって、うん、まあだいぶちょっと省略しますけど、それで私と出会いまして、はい、あの4人になっちゃったみたいな、だいぶ省略しましたけど、まあそうですね、省略、まあ、今日ね初めて見る方々もいらっしゃると思うんで、はい、あの6番でやってたんですよ、もともとは。なるほどね。でもあの、ちょっと2年前ぐらいに、あのちょっと方向転換をしまして、あのブラックミュージックを基調とした音楽をやっていこうじゃないかみたいな感じで名前も変えました、うんうん、そうなんですね、うん、はい、そう、僕個人的にもやっぱブラックミュージックと、まあ、はい、ロック両方大好きなので、うん、これが融合っていうとどんな風になるのかなっていうところも含めつつ、はい、まあ、このアルバムの話もうちょっとお伺いしたいと思うんですけども、はい、今ねコンセプト、いろんなかけ離れたものを掛け合わせみたいなコンセプトだっておっしゃいましたけども、うんうんうん、このアルバムそのものも通してそういうコンセプトで作られているんですか。はい、いえ、出来上がって見てから、うんうん、なんていうかこういろんな要素がありすぎて、はい、こういろんな人にとって、まあ、苦くてまずかったり、それとも苦くて美味しかったり、うん、はい、あと甘くて大好きだったり、うん、甘いのが苦手だったり、まあ、いろいろあるんですけど、そうですね、たくさんの要素が混ざってるからいいんじゃないっていうことでビター&スイートという、うん、もう、ね、甘くて苦い、甘くて苦いあのじゃあちなみにこのあの淳さん、はい、すみません、この方は関係なかったんですが、ビターとスイート、まあ何でしょうね、どっちがこう今までのご経験の中で多いというか、思い入れが深いというか、トータルするとビターの方が苦い、ほろ苦い方が、その思いはこのアルバムにはバッチリと、そうですね、入ってる感じですか。うーん、スイートな、本当スイートな、本当ですか。スイートなのはほとんど入ってないような僕の中では、あ、割と生みの苦しみがあったので。あ、そうですか、結構その生みの苦しみというのは何かこう曲を作る上でというか作品にする上でということですか。
そうですね、うん、結構ハイペースで CD をこう作成しててする、まあ、これが3枚目ということですね。そうですね、曲作りも結構ハイペースなんですよ、でハイペースすぎると、はい、そうそうネタが困ってくることもあるんで。なるほど、はい、ちなみにそのハイペースにされる理由というかはあるんですか？いや、ないんです。勝手にハイペースになるんです。そうか、どん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 産んでは。そうなんですね。かなり迷惑です。まあ、追い詰められるんでね。追い詰められるんで。バンドメンバー内のもビターな感情もありつつ、本当に、はい、まあ、ちょっとね、このお話ししててもすごくやっぱ気になるこのアルバムだと思うんですけれども、このアルバムからじゃあ早速1曲聴いていただきましょうか、はい、じゃあ紹介をお願いできますか。はい、次の曲なんですが、とってもライブで踊れてみんなが楽しい空間をこう一緒に作り出してほしいというコンセプトで作った曲です。 Amazing 聴いてください。